さあ始まりました。クラッシュバンディクーキャラクター図鑑。記念すべき第1回。ご紹介するのはもちろんこの方。サイコマンドレイクです。サイコマンドレイクは、日本未発売作品であるクラッシュマインドオーバーミュータントの DS 版にのみ登場する敵キャラで、ジャイオンのエリア、エヌジンラブスのボスを務めています。マンドレイクはマンドラゴラの別名ですが、戦い方にマンドラゴラ要素があまりなく、謎の念力で機械を動かしたり、トゲトゲしい一通の無視で攻撃してきます。ちなみに、ボス戦で戦うのは最終形態であり、道中に出てくる初期形態は、まあまあ可愛い見た目をしています。すでにお察しの方もいるかもしれませんが、サイコマンドレイクという名前は、メタルギアシリーズに登場する超能力者が、サイコマンクスにちなんで付けられたものだと言われています。